SDKFZ253 は第二次世界大戦中のナチスドイツで突撃砲部隊に随伴する式観測用車両として生産された小型の走行ハーフトラックである。1940年3月から1941年6月にかけて285両が生産された。SDKFZ253 は スリー号突撃砲の採用に合わせて、これを支援する車両として、SD-KFZ-252 弾薬運搬車と同時に、開発された。開発のベースとなったのは、デマーク製反送機式牽引車 SD-KFZ-10 で走行化に伴い、機動性確保のために第一天輪とサスペンションを除去した短型シャーシが用意された。走行車体は、 並行して開発中だった軽装甲兵員輸送車 SDKFZ250 向けにビューシングナグ社が製作したものと基本的に同デザインだが基本はオープントップの SDKFZ250 と違い SDKFZ253 は上面も走行された完全延平式で全面走行は SDKFZ250 よりも厚く 18mm あった。特殊車両番号は SDKFZ250 よりも後だが、開発と生産はこちらの方が先行した。車内には FUG15 及び f u 1 6無線機が搭載され、車体右後部にロッド式のアンテナを備えていた。アンテナは前方に向けて倒し収納することができた。観測用の光学機器等も搭載。 上ワツには外部視察用に大きな円形ハッチが備えられていた。生産はデマーク、ベクマンで行われた。制裁開始は同時開発された s d k f z 二百五十2弾薬運搬車より早く九百四十年三月から行われ、九百四十年五月に始まったフランス侵攻にも新編の第六百四十六百五十九 660、665突撃砲中隊に配備されて参加した。しかし s d k f z 2 5 2に弾薬運搬車と同様、その後生産され始めた SDKFZ250 シリーズとは生産上の共通化が十分でなく、結局、突撃砲部隊の観測者としては SDKFZ250、 4などの標準型のバリエーションが使われることになり、SD-KFZ-253 の生産は1941年6月で終了した SD-KFZ-253 車内の無線装備。ありがとうございます。